男8月17日から1937年11月14日は、日本の陸軍軍人、万毛開拓移民の父と呼ばれる、満州を中心に活動した、超作林爆殺事件の実行者であり、満州への移民を推進した、中心人物として知られる。日中戦争初期の1937年、不評第100に連隊大隊長として、中国で戦死した。 死後特進し、陸軍大佐となる。群馬県氏族で、村長も務めた東、宮吉勝のもとに生まれ、旧姓前橋中学校と根文校を修了した後、同本校を卒業。陸軍士官学校に進学し1915年5月25日に卒業。同年12月25日に、陸軍府標省位に任官し、この絵府第3連隊府を命ぜられる。 1919年4月に注意に進級。翌年6月不評第50連隊府に移り、シベリア出兵に参加。この時赤軍の強さを実感し、ソ連のコサック兵をモデルとする武装農民の必要性を痛感、対抗策を模索し始める。1923年1月から1年間関東に私費留学し、中国語を身につけた。 1925年8月大位に進級し、1926年3月、この F 表第3連隊中隊長を命ぜられた。1926年12月独立守備隊、第2大隊中隊長につき、法典にたむろありする。1928年6月4日の朝作林爆殺事件において、実行者として爆破スイッチを押したという。 当時の中国は各地で軍閥が跋扈しており、その一人である張作林は北平において暗黒軍政府を樹立し、陸海軍大元帥を自称していた。馬族出身の張が満州の王者になれたのは日本軍の支援の結果であったが、莫大な軍事費を捻出するために日本人を満州から追い出し、その権益を独占しようとしていた。張の圧政は可憐中級を極め、 満州三千万の民衆は、途端の苦しみに陥っていた。1926年7月から小解析を、総司令とする国民革命軍が北伐を始め、超作林軍を撃つことを目論む。北平にあった、超作林は本拠である満州へ戻ろうとするが、超作林の期間が戦略に影響することを恐れた関東軍もまた、超作林軍の武装解除を起とした。しかし、 武装解除の作戦地域として想定した金州は、関東軍の永住地である南満州鉄道、付属地から外れることから出兵は、海外派兵にあたり、手続きの段階で、関東軍と参謀本部、政府との調整が取れず、この時点で、関東軍は動きを起こせなくなった。そこで、関東軍は派兵のために、規制事実を作って政府には、事後承認を得ることとする。 超作林事件はその一環で、関東軍高級参謀の川本大作大佐を中心に図られた。1928年6月4日、東宮は事前に小部隊を率いて、爆発点のスメラシュートメタムロに潜み、午前5時23分、超作林を乗せた列車が、方天郊外、約2キロの軽ささ鉄道線と、南満州鉄道連春線が交差する鉄橋に、 差し掛かったところで爆破のスイッチを押した。橋脚に仕掛けられた黄色火薬30袋が炸裂して、調査人の乗る9号車機品車を含む4両が大破、うち2両が炎上した。川本らはこれを中国人の暴略と見せかけるために中国人アヘン中毒者を調達、殺害して、海中に国民革命軍の印がある手紙を忍ばせ、死体を 現場付近に放置した。張作林は絶命せず密かに自宅へ運ばれ、ここで生き返えた。当時この事件は、満州防重大事件と呼ばれ、一般国民には、真相は秘匿されていた。事件とその人後処理をめぐって、内閣総理大臣の田中義和は、昭和天皇の叱責を受け総辞職することとなるが、以後も国民には秘匿され、世間に広く知られるようになったのは、 戦後になってからである。事件後の1929年8月東宮は、岡山にある不評大従連隊中隊長に移る。この時不評大従連隊には後に作家となる、宗田博士が、五町勤務上等兵で、商工集会所当番長として勤務していた。宗田は戦後、日本陸海軍のリーダー総乱において、東宮は商工団になじもうとせず、 他の将校も敬遠していたと回想している。群情総部は、長作林事件のほとぼりが冷めるまで岡山へ移したものだという。岡山での東宮は、中隊長着任の挨拶を映像に入り暮らしている部下のところへわざわざ足に行ったり、中隊兵庫で、よし、やり抜こうという、おおよそ兵庫らしからぬ言葉を示すなど、一風変わった振る舞いを見せた。しかし、有望果敢な中隊長で、 その純情熱血は、あらゆる人を感化し、上司の誰もが、姿勢の人と評価するようになった。また、人情中隊長として、連隊中に知らないものはなく、他の中隊では、東宮中隊を選望したぐらいであった。1930年10月から6ヶ月間、千葉の陸軍不評学校に、講主学生として在学した。1931年12月、 ト満の際には出生と変わらないほどの見送り人がいて、第三中隊の多くは中隊長と別れるのが辛くて泣いたという。爆殺事件後、東宮は満蒙開拓移民の構想を抱き、しばしば上進した。この構想は満州を日本の生命線としていた関東軍首脳の興味を捉えた。1931年12月に満州出張を命ぜられ、 翌年4月関東軍司令部府を捕食され、満州国軍政部顧問に就任、満州国軍吉林省警備軍軍事教官を務める。この時、卓務省、三都市の農業訓練所長で、農本主義者の加藤幹事らと組んで、日本国内から満州への移民を推進した。なお、両者の目的には少しずれがあった。加藤らの目的は、 日本人による農本主義の実践にあったようだが、東宮の目的は国境付近に開拓団という独立した朝鮮人を主体とする共同体を定住させることで、非常時は防衛拠点、兵団として活用できること、国境付近の貴族が周辺の一般民衆と結びつくことを抑制できることという二つの点をメリットとして移民を推進するというものであった。結局、 東宮は、加藤の日本人主体の移民案を受け入れ、1932年10月、在京軍人会所属の独身男性からなる、第一次武装移民団を結成する。第一次、移民492人は、この年の秋に、柿この八坂村に移住した、柿心田室荒木軍第一大隊と呼ばれる。翌年の7月には、移民政策の一環として、 新日本の少女よ大陸へ突撃を作詞し、大陸花嫁を募集した。開拓地は、満鉄子会社の東亜官業により、地元農民から半ば強制的に買収して、移民団のために用意した。第一次武装移民団は、病気や精神疾患により大量に脱落し、また移民生活への不満から規律が大きく乱れ、移民団幹部排斥運動なども発生し、地元民からは、 貴族よりも恐ろしい日本人移民と言われるなど多くの問題を抱えたため、以後、独身移民ではなく家族移民の推進へと方針を転換した。そして、数字の移民団の移住により次第に安定化した。1933年8月少佐に進級。六甲橋事件勃発翌月の1937年8月、内地期間と不評。 第二連隊府を命ぜられる。同年10月、新たに編成された、不評第102連隊大隊長に進み、11月中佐に、進級する。102連隊は、日中戦争への動員で、甲州湾に上陸する。東宮は、柳川平介中将を指揮する、第十軍機下の一隊として、部下の戦闘に起こって前進中の11月14日。 石膏症兵庫県の草原でクリークから上がる際に、左胸に悲願。部下に鉛筆とノートを出させ、嬉しさや秋晴れののに部下と、友と自生の苦をしたためて絶命した。死後大佐へ特進する。後年、郷里にて、記念事業委員会が設けられたほか、柿ここに、東宮記念館が建てられ、1939年に、電気、東宮鉄男伝が刊行された。 ありがとうございます。